ノントロンは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、ドルドーニュ圏のコミューン、ペリゴールベール地方の中心地である。多様で手付け数の自然を持ち、コミューンは、ペリゴールリムーザン地域自然公園の中心に位置する。ノントロンは、非常に長い間他とは隔絶しており、コミューンに主要道路の交差がないことが、地元経済の大きな障害となってきた。コミューンは、 中央高地の地質学上の一部であるヘルシニア、作り山運動の地形上に築かれている。シャラント川の支流であるバンディア川が中央高地から流れ、コミューンを横断する。1925年に撮影されたオテルド、ビル歴史カリボードローガルディエールによれば、ノントロンの名はティールの言葉なたとダンから来ている。何世紀にもわたって、ナタズン、ナッツン、ナントラン。 ノントランそしてノントロンと記されてきた。ノントロンの町はおそらく1,100年前には存在していた。7世紀のサラセン人、9世紀のバイキングなど侵略者によって数回破壊された。8世紀、ガロローマ時代のカストゥルムがリモージュ博からシャルー修道院へ与えられた。その後何世紀もの間町は所属する行政区画が変更され、フランス革命時代に ドルドーニュ県の軍庁所在地となった。1891年から1946年まで旅行者のため、そして1970年までは貨物運搬用に鉄道駅が運営されていた。1940年から1946年までかつての民間刑務所の敷地内に軍事刑務所が開設されていた。そこは事件の容疑者や 政治犯が収容されており、中にはミシェル・ブロックも含まれていた。BC 政権下においては、レジスタンス運動の活動家も収容されていた。ガロローマ時代から19世紀半ばまで、鉄鉱石を抽出するため、ノントロン住民は、タンヤや洋鉱炉で働いていた。20世紀には靴を多く生産するようになった。 しかし今加工場はわずかである。今日のノントロンには様々な業種があり、職人が手作りする高級品を扱うウェルメスや食品加工業が代表される。また、ノントロンは刃物の製造で知られる。この伝統はおそらく中世より続いている。ナイフ祭りは毎年8月第一週の週末に開催されている。ソースイコールカシニーとイヘスを元とする。 1968年は、陰性をもととする。ありがとうございます。